安くで高糖度安定っていうのが川中島白桃で、これは桃が悪いっていうよりも時期が悪い、まあ、味としては本当は僕はもう1位に持ってきてもいいぐらいのすごい優秀な品種じゃないけども、ね、うん、4位に持ってきてる理由はやっぱり梅雨と被るから。どうもこんにちは、ここです、スーパーフルーツティーチャーの直です、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。さあ本日はですね、やっと来ましたよ、来たね、もう大人気果物桃でございます、はい、桃ですよ、もう本当皆さん大好きな桃でございます。果物業界のワンツーよね、もう桃かイチゴか、桃イチゴ、イチゴ桃のどちらかっていうね、本当に桃、うん、みんな好きですよね。そうね、いや、うん、僕はもうここ来るまでは桃とかほぼ食べなかったですからね。それ多いよね。いや本当にもうほんま食べてなかったです。もう果物全般なのね、もうオレンジとかグレープフルーツぐらいしか食べてなくてもう本当桃なんかもう、うん、美味しさなんかここ来るまでわからんかったから、あ美味しいわと思い出したな。いや美味しいよ桃は、うん、ね、あの直先生のお母さんも一番好きな桃ですよね、うん、そうですね、うん、桃あのシーズンになったら桃を食べて、パンの上に桃乗っけて食べて、生で食べてっていうのがね、そう、そうもうルーティンになってるっていうね、うん、もう果物屋の特権ですよね、そういうところ、ね、そうですね、美味しい桃を食べれるっていうね、うん、でもその桃のちょっとお話をしてもらおうかなと思ってるのと、はいはい、うん、あとはまあ直先生個人的な、うん、あのおすすめの品種っていうのも、はいはい、あのちょっと後半の方で教えてもらおうかなと思っておりますんで、まずは最初、はい、桃について教えてください、うん、はい、まあ桃についてっていうか、うん、僕が桃が入荷し始めたら思うことがあって、はいはいはい、直接産地に買い付けに行くやんか、はいはいはい、それの始まりが桃なんよ毎年、はい、まあ、これはうちがお付き合いになる果物あの農家さんが桃から始まるっていうところなんやけども、うん、まず桃が始まります、うん、ですぐにイチジクが始まるんですよ、うん、でこれも和歌山とに行ってる、うん、で次に柿が始まる、うん、はい、これも和歌山、はい、でその次にみかんが始まる、はい、これ有田、うん、また品種が変わってまた柿が始まる、はい、これは奈良、奈良、はい、はい、でまた品種が変わってみかん、はい、これ有田、これちょっと長いよね、うん、1ヶ月ちょっとぐらい、まあ、ね、でいちご、いちごで気がついたら年が明けてると、うん、っていうことはもう今から、まあ、2月ぐらいまではずっと産地に買い付けに行くと毎週のように、はい、行くとっていうのの始まりなんで、これが来たらワクワクするし、なんかもう年越した感が出てきてしまうよ。あ、まあ、早くも。それまた終わった頃には年終わって開けてねんなって思ってしまうっていうのはこの桃なんで。まあ、うん、そうですよね。もうほんまに毎週のように行ったりもしてますからね。そうですね。で今まさに毎週のように和歌山に桃をいただきに行ってると。そうなんですよね。いい状況ですね。まあ、僕もたまにね、付き合いますけれども、はい、ずっと行くとね、僕も車用意しちゃうんでね。そう。まあ、2人でちょっとあの車の中でミーティングがあったらね、ちょっと行こうかいう時はちょっと一緒に行ったり、なんか様子おかしいなと思ったらうとうとしてるか気持ち悪いかみたいな感じで、そうなんですよ。これ動画で撮ってたらこれ頼りになる感じで出てるかもしれんけども、ほんまにあれね、車で行ったら戦力外なのね、全然もう降りてからも全然戦力ならないからね、死んだ方がいいってなってるから、そう、一回ちょっとそれの様子も見てほしいよ、本当に。いやいや、もうライブで弱いんです、はい、まあまあそんなもんですよ、はい、はい、桃ですよ、うんうん、人気のある果物ですよ、はい、この時期になったらコンビニに行けば桃のジュースとか、あ、そのスイーツ的な感じとか、ね、桃のチョコレートとか、うん、そういうのが並ぶぐらいまあ人気の果物なんですけれども、桃ってどんなイメージがある？イメージ、うん、イメージ、まあ、とろけて柔らかくてみたいな、うん、そういう味的にはそういう感じかな、うん、あとはなんか僕はこの桃を触るとあの痒くなるっていうね、あ、うん、確かに多いね、っていうのはあります、ね、まあ、確かにアレルギー物質でもあるからね、うん、桃はね、そうそうそう、そういう感じです。そうなんや、で多分大半の人が思ってはるんじゃないかなって思うのが、うん、味のばらつきっていうか、ああもうあるよね、うん、当たり外れもめっちゃある、うん、そう、年でもあるもんね、今年外れやったなみたいな感じとかもあるし、うん、そうそう、うん、この時期に出てくる果物ってのはどうしてもこれがあるんよ、桃に限らず、ね、桃に限らず、でこれは桃が悪いっていうよりも時期が悪い、まあそうですね、そう、はい、何が悪いかというと梅雨なんですね、雨ですね、雨で言うたら、だからスイカもそうなんですよ、あ、味がボケたりとかするのはもう梅雨の影響をすごい受けやすくて、まあ、ある一定の品種の桃、まあ、桃っていうのはその梅雨と出荷時期が大きく被るんで、まあ、それの影響を受けて味がもう上がったり下がったりを繰り返すっていうのが桃
なんで多分皆さんすごい味にばらつきがあるというふうに意識を持ってはるんちゃうかな。そうですね、それはありますね、うん。さっき言ったけど時期があるんで、それを外せば当然そのばらつきも穏やかになるというところもあるんで、うんうんうん、まあ、今回はまあそういうところを踏まえてちょっとおすすめの桃っていうところをお話したいな。まあ、でもちょっと怖いですね、その話するともう時期とかの天候の話するんでしょう。もうそれ完全プロ目線じゃないですか。もう完全なんかもう聞く前からそんな予感がしてきたわまあ、あくまでちょっと僕、まあね、一般的に分かりやすくしてほしいなっていうのがありますので、その辺だけちょっと、あの、ちょっと心づもりにいてほしいなと。なんなん、そんなジャンプやめてくれる？では、桃の直先生のおすすめ品種ですよ、はい。品種としてのおすすめを教えていただきたいなと思うんですけれども、うん、そうですね、結構いろいろあるんですよね。品種めちゃめちゃあります。めちゃめちゃあるの。まあ、でも、美味しい品種を選べば、うん、どの産地行っても美味しい、その品種、うん、あのやっぱり優秀な品種があるんで、はい、まあ、まずは品種で選んでもらおうかなというところですね、はい。というところでこれはベスト4で、ベスト4で、はい、いきます。上からですか、下からですか？下からいきます。下からですか、わかりました、はい。じゃあベスト4から、はい、はい、まず4位、はい、こちらはですね、もうこれもド定番ですね、白鳳。白鳳、白鳳、はい、もうこれ、ね、すごい古い品種なんよ、うん、白鳳というのは、うん、あの皆さんね、白桃って思ってらっしゃると思うんですけど、うんうん、実はね、白桃ってほとんどないんですよ。多分皆さんが白桃だと思っているものはほとんど白鳳だと思います、はい。字で書くと白い大鳥って書く品種なんですけども、ね、あのこれちょっと赤く綺麗に染まって下の方が白いっていう桃ですね。どちらかというと最初の方に出てくる感じですね。そうですね、初めの放置に出てきます。そして梅雨に、まさに梅雨にダダかぶりするんですよ、うん。味としては本当は僕はもう1位に持ってきてもいいぐらいのすごい優秀な品種じゃないけども、4位に持ってきてる理由はやっぱり梅雨と被るから皆さんが当たり外れを食らいやすい、外れを引きやすい品種なので、ちょっとまあランクダウンして4位というところですかね、はい。これはもう出荷量はもうナンバーワン、うん、あ、今川中島かな、まあ、ワンツーですね、まあ、ものすごい出荷量の多い、桃で、特徴はもうとろける食感。そうですよね、うん、やっぱり出来のいい白鳳だと、もうかぶったらもう汁がこう滴ってくるぐらいジューシー、はい。でもう皆さんがもうイメージしてる通りの桃の香りと味っていうのがこの白鳳ですね、そうですね、天候通りきれいに育てばすごい糖度が上がる品種なんでおすすめ、はい。ただ梅雨にかぶるからブレやすいんで、これのおすすめポイントは梅雨の中の晴れ間が続いた時にぜひ買っていただきたいな。そのちょっと味がブレるからベスト、うん、まあ、良いという、そうですね、はい。ではベスト3ですね、3位、はい。3位はちょっとマイナー品種です、うん。レイホー、レイホー、はい、レイホーですね、はい。まあ、白鳳からの品種かな、うん、はい。とね、時期は中頃かな、うん、ちょうど梅雨終わったあたりに出てくる品種で、も本当に一瞬なんですよ、はい。でもあんま見たことないですね。そうですね、うん、山梨からあの桃をいただいてるやんか、はいはいはい。で多分1回入ってくるぐらいかな、その時に。土屋さんですか？土屋さんの、土屋さんの、はい、はい、1回出してもらえるぐらいになってるけども、はい。まあ、土屋さんの桃も全部ポテンシャル高いんやけども、レイホはズバ抜けてる。ああ、そう、うん、やっぱ同じ技術で作っても糖度が上がりやすい。こう、どちらかというと高級品種です、はい。やっぱ一玉700円とか1000円とか平気ですよ。なかなかのいい、ね、なかなかの値段の桃なんですけども、はい、これはね、うまい、当たり外れがなく高糖度、うん、でちょうどね梅雨明けたぐらいに出てくるんで、あの多分外しにくいんやろね。うん、レイホー買おうと思ったら多分百貨店、もしくはなかなか果物屋でも難しいかもしれないですね。まあ、高級スーパーか百貨店か、ね、そうですね、探せばあるかな。あとはまあネット販かな。あ、まあそうですね、通販ですかね、はいはい。でレイホー売ってる場合は必ず品種出してくると思う、うんうんうん、高級品種なんで、うん、はい。もし見かけたらぜひ、まあ、ちょっと高くでも、まあ、1年に1つの楽しみ、この1個だけちょっとお出たくと思って買っていただけたらと多分満足していただけるかなというところで、はい、レイホー、はいはい。では次は2位ですね、ベスト2、はい、2位、はい。これですね、これも定番なんですけども、川中島白桃、川中島白桃、白桃、はい、これは白桃ですね、はい、白桃です、うん、はい。これも知ってるよね、はい、もちろんです、はい。あの桃としては終盤かな、うん、お盆の頃ぐらいで、ね、ちょうど、うん、出てくる桃なんですけれども、これは安定して高糖度、うんうん、で、大きさが、ね、ちょっと 大きいんですよ、はい。川中島は、これは今白鳳が目の前にあるんですけども、これで白鳳の標準ちょっと大きいぐらいのサイズかな、そうですね、はい、うん、ちょっと大ぶりなんですけども、うん、川中島だとこれは標準以下ぐらいになるのかな。どんどんもうすごい大きな桃ができる品種です、うん。川中島の特徴は身がね固めなんですよ、ちょっと、うん、なので皆さんが思ってるこのジューシー、こうすごい柔らかくて滴るような水分っていうものではないんですけれども、はい、ただ先ほどのレイホは
高級品種、はい、これと違って安価なんですよ。安くで高糖度安定っていうのが川中島白、はい、優秀ですね。優秀です。なのでやっぱり皆さんにおすすめしやすいですね、はい、安くで買えるし、しかもばらつきなく甘いよっていう、うん、でやっぱりばらつかない理由っていうのはやっぱり梅雨を大きく外して真夏に出てくるからっていうところですよね。普通にスーパーで手に入る品種なんで、ぜひ見かけたら買っていただきたい。はい、わかりました。それが、ベスト2ですね。2位で最後1位、はい、1位はですね、これ優秀ですよ。暁、はい、暁これは、福島県か、福島からのことかな。福島は結構暁がメイン品種じゃないですか。そうですね、うん、今は結構ね暁をメイン品種に持ってきてる産地がどんどんあの北の方で増えてきてますね、うんうん、で和歌山とか南の方はあまり作ってない、どっちかというと北の方が作ってる品種なんですけども、これも、小ぶりの桃なんですけども、もう安定高糖度、はい、で川中島と比べると白鳳よりのちょっとあのジューシーな感じがあるっていうのがこの暁の特徴ですね、うんうん、はいはい、なんでまあ川中島をちょっとちっちゃくしてよりジューシーにした感じと思っていただければいいかなと思うんですけども、これも手頃なんですよ、お値段が。そうですね、そんな一玉700円とかなかなかいかない、普通に玉300円とかその程度でスーパーで買えて、はい、しかも安定して美味しいっていうのがこの暁ですね、うん、はい、まあ、これが直先生のベスト4ですね、うん。で僕ねこれ桃に関してはですね、クレームが来るんじゃないかなと思ってるんです。なんでこの品種入ってないんやとかね、 あると思うんですよ。ほんでね、特に現地とかで行くと、うん、もう絶対これ変わってくる。あくまで僕今直先生の聞いてると、うん、一般的に手に入りやすいものっていうところの、まあ、ベスト4を、はい、あえて出してくれたので、うん、はい、それ美味しさで言って突き抜けていくとね多分いっぱいあると思うんですよ。あるよ。もうそれは、まあ、ちょっとあの組んでいただけたらなと思います。そうですね、多分この人からクレーム来るやろうなっていうのが一つずっともう心当たりあるんやけども、ああ、そうな、そう、あの西の白桃っていうのがあるのよ、はいはいはい、そう、でもそれねもう1本しかないね木が、そんなん言われてもって困るやん。いや、確かにね、そう、それもうちょっとうちももうとても入荷しなくなったけども、千匹はどっちにしか来えへんよぐらいの感じの勢いの桃があったんだ、ね。まあ、そんなんもあって、まあまあそういうのもまたちょっと別の動画でもいいかもな、その突き抜けた美味しい品種っていうのを紹介してもいいかもなと思いますけど、もし見かけたらぜひ食べてほしいやつね、はい、まあ、今回はとりあえずまあ一般的にスーパーでも手に入りやすいし、ちょっと頑張れば手に入る程度っていうものなので、まあそれで直先生のまあベスト4ということにさせていただきました。はい、はい、こんなところでいいでしょうか、ね、はい、じゃあ多分桃はね喋ることいっぱいあるんですよ。ありますね。これから1本、もうこれ1本目ですよね。まあ、2本目3本目とどんどん取っていきますので、まあ、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。また桃ってなるかな。いやいや、もうそれは多分桃の場合はならないと思いますよ。ならないかな。桃はやっぱ人気なんで、桃はやっぱいろいろ聞きたい方も多いんじゃないかなと思っております。まあ、ぜひ次回ね。そうですね、はい、いいですか、はい、こんなところで、はい、では次回もよろしくお願いします。